ですと、まあ、海外に移住された後もですね、仕事をしたいのでということなんですね、ご相談。動画の撮影で稼ぐにはどうすればいいでしょうかと、スマホを使う仕事ですね。動画の撮影で稼ぐ、まあ、YouTube ですよね、動画の撮影で稼ぐ。動画の撮影をして、いろいろ加工したりするの、日本人、得意な人は好きなんですけども、とにかくですね、マーケティングを学ぶ必要があるんですよね、スマホを使う仕事、まあ、稼ぐっていうことを考えると。なので、編集とかそういうスキル的なところよりもですね、マーケティング、どういうふうに人を集めて、どういうふうにあなたの伝えたいものを、伝えるかっていうところですね、紹介したい商品だったりサービスっていうのを、まあ、ここ学ばれるといいと思います。なので、動画撮影で稼ぐのであれば、YouTube で、タイトルで集客できる方法を学ぶと、マーケティングですね、そして、どういうふうに言っていくかっていう、その、商品、サービスの部分を学んでいかれるといいかなというふうに思います。